どこ調べていいです。新陳代謝もっと綺麗な言葉に修正しようとして、再生を再生にする感覚で、おをつけると。おちんちん電車になってしまうんですよ。修正でてね、一歩間違えるととても危ないんですよ。ちんちん電車乗らね。おちんちん電車乗らね。ほら、もう完全にこっちの方が危ない。まだ極まりない、これが。危ない。はい。ということでね、より良い言葉にしようとかね、そういう感じで修正しようとして、失敗するとね、とっても恐ろしいことになってしまうっていう。修正は恐ろしいんです、とても。じゃあね、俺の考える修正に失敗してしまったものを見ていきましょう。おしんこ。ヨーロッパ人の友達にちょっと自分でアレンジしておしんこをおしゃれな感じで言おうとして失敗したとき、おてんこ。あ、もう完全にアウトだね。言っちゃってるもん、ほぼあれだもんね。てかもうあれでしかないよ。むしろティンコ、あ、むしろおしんこ、あ、おしんこかっていう人絶対いないから。モザイク、パンツをね、パンツをいくら10枚重ねて着てたとしても、モザイクであそこの部分だけ隠すことにより全裸であると錯覚されてしまい、パンツ10枚重ねが全て水の泡になってしまうというね、修正の悲劇。俺の無敵だ、無敵の状態だ。俺がこうしている今、この状態である今、もはや誰も手をつけられない。ミリックはダメだぞ。あー、あるよね。ないわ、まずないわ。あ、でも気持ちはわからなくもない。よし、じゃあ速やかに次行こう。なんかこう、どんどん言葉を柔らかい感じに。芋、お芋、お芋、お芋、芋。ダメです。ダメです。おい、こら、おい、こら、ダメだから。もうレッドカード30枚あげたい。もう、はい、退場。なんか少なくね。チョイス。皿の上にソーセージが1本だととても悲しい感じなので、何か付け足してやろうと修正で。完璧なミス。ミートボールを。ああ、ダメダメダメ。やったな、これ。完全にやったな。はい、伝えたことだ。そういうとこだぞ、すぐ。そういう、なんか、やらかしてるチョイスとかしてくるところ。やらかしてるチョイスしてくるところ。あ、言えてない。そういうとこだぞ。一番チョイスしたくないやつ、いつもチョイスしてくるからな、こいつ。お、あれ。なに、終わり？おい、おい、おい、じゃ、ここで終わり、エンディングで、お前、言わせろ、最後まで言わせろ。もうそんなに声張ったんだから。こんなに声張ったら、そこで切られたら、悲しい。はっはっは。なるほど。よし、行くぜ。すごい嫌だ。すごい嫌だ、ほんとね。乳酸菌。